2年後には走り出す近未来なデザインに注目。ホンダが CES 北米のハイテク化電味本位で次世代 EV やホンダのロゴを発表して話題になっています。見どころは3つ。1パイプ次世代 EV ホンダレーゼロシリーズを2026年から北米を皮切りに発売。 2パイプゼロシリーズの2台のコンセプトサルーンとスペースハブを発表3パイプ次世代 EV の新たな H マークを発表この次世代デザインの EV コンセプト群は昨年12月に CES での世界公開が予告されていましたそして2年後の2026年には 今回のコンセプトモデルを踏まえた未来的な市販 EV が実際に走り出すことになります。サルーン、サルーン。ホンダゼロシリーズのフラッグシップとなるサルーンのコンセプト。低前行でスポーティーなフォルムからは、想像できない広い室内空間を両立したほか、シンプルで直感的な操作が可能な HMI。 ヒューマンマシンインターフェースを採用し、シームレスな UI を実現するのだとか、またステアバイワイヤや、ホンダのロボティクス技術で培った姿勢制御を進化させることで、様々なシーンで思い通りに走れる究極の操る喜びを追求したとのこと、内装にはサステナブルな素材が使われています。 もちろんフロントグリルやステアリングには次世代の H マークを装着。さらにリアに光るホンダの新フォントにも注目したいところです。自動運転ができる市販車が買える時代がやってくるスペースハブ、スペース、ハブ。人々の暮らしの拡張をテーマにしたミニバンコンセプト。 フレキシブルに使える広いキャビン空間や見晴らしの良い視界がポイントです。スペースハブに関する情報は、全室のサルーンよりぐっと少なく、未来のオデッセイとなるのかどうかは、市販化も含め謎に包まれています。まずはより具体的な内容が、予告されているサルーンに近いモデルが先に登場するのではないでしょうか。 ちなみにホンダゼロのデザインのキーワードは薄い、新、軽い、ライト、賢い、ワイズの3つ新、フロア高を抑えた薄い EV 専用プラットフォームによる低前行と空力性能ライト、従来の EV の定説を覆す軽快な走りと電費性能ワイズ、車そのものが賢くなるソフトウェアディファインドを採用 また、具体的な技術面では、2021年にレジェンドに搭載したホンダセンシングエリートで、実現した世界初の市販車による、自動運転レベル3条件付き自動運転車を受け継ぎ、2020年代後半には、より多くのユーザーが手の届く自動運転車を展開し、 一般道でも一部利用可能とすることを目指すとのこと。さらに軽量で高密度なバッテリーや高効率でコンパクトな駆動ユニット。従来の半分以下、10から15分の時間でチャージ可能な急速充電性能や、10年使っても劣化率が10%以下に、抑えられるリチウムイオン電池なども予告しています。